覗き込む猫さん。とあ、かわいい。引っ込める時の顔。餌ゲットできたのね。マジこのアングル神。何かを訴えてくる猫が発見される。必死に何か喋ってらっしゃる。これは猫語。なんて言ってるか読解不能だけど訴えてんのはわかる。鏡に映った自分と大喧嘩。めっちゃキレてる。ちょっと冷静になんのおもろい。初動の勢いほんとはロタ。行く手を阻むボス系猫さん。これは完全にダンジョンのボス。目つきコッパ。これはビビる。行く相手に圧勝。うえぇ、ハスキーボロ負けで草。体小さいのに強すぎる。猫にちょっかいはかけないことだな。飼い主を驚かそうとした結果。待ってるのかわいすぎる。にゃあ、かわいい。何この愛おしすぎる生き物。手のひらの上が大好きなこぬっこ。お尻がかわいすぎる。まるまるしてんの笑う。これは癒されるわ。ワイが飼ってる猫も乗ってきてくれないかな。めちゃくちゃ喋る猫が発見される。わろた。すげえ喋る。なんて言ってきてんだろ。猫を翻訳アプリで翻訳してみたい。ご利益のある猫様。頭ポン。これはご利益ありますわ。私もこれされたい。次々来るやん。柵の上にいるのは。どういう状況だよ。口の周りが。猫なんも食べてませんけど、歩いててこんな猫いたらマジでつぼるわ。遊具で遊ぶ犬が発見される。かわいい。ちょこんと乗ってる手がガチかわいい。乗り心地どうですか。見守るバイトあったら一生やってる。大量の毛布に囲まれるまま犬さん。かわいいのがいっぱいおる。ワイも追っかけ回されたい。ママイッヌしか眼中にないのが本当に愛苦しいな。ザリガニと戯れた結果。うわあ、これは痛い。ぶん投げてんのはロタ。人間でもやられたら痛いもんな。ちょっとついただけなのに。餌の道を敷いた結果。果たして綺麗にゴールできるのか。全然食えてなくてはロタ。めちゃめちゃ散らかしてんのおもろい。ゴールキーパーなイッヌが発見される。手を挙げるだけ。全く終えてないのかわいすぎる。止める気ゼロなのほんと草。そしてこの顔である。ルンルンすぎるイッヌが発見される。なんかいいことでもあったんすか。告白成功した時の帰り道こんな感じ。一緒にルンルンで並走したい。飛べるようになったイッヌ。これは飛べてますわ。翼生えたと錯覚してもおかしくない。足伸びてスーパーマンみたいになってんのかわいい。ヨーグルトを摂取するイッヌ。虫が取ろうとするとブチギレ。こういう行動に名前ついてたよね。なんだっけ。激おこで草。って出せんせ。優しいと思いきや。焦げてる方食べるんか。豚にあげた。これはひどい。そして自分はうまい方食べると。新種のイッヌ。が発見される。これは草。イッヌおい、これ絶対サイズちゃうやろ。ほんまにワイ用の服か。これはこれで可愛い。亀に乗っかるウサギさん。仲良しか。これがウサギと亀の裏側か。乗っかったまんま一心不乱に食べてんの可愛すぎ。亀もまんざらではなさそうで草。超あくびなウサギさん。これは可愛い。口の中丸見えなのがチクサ。予想以上にでかいあくびではロタ。もってりしてんのが可愛いわ。暴走するウサギが発見される。めっちゃ機敏。今朝立ちすぎてておもろい。静電気のせいかな。縦横無尽に走り回ってて草。武闘家すぎるウサギさん。おもちゃに狙い定めたな。あ、蹴りで電池心臓潰した。何もそこまでしなくても。キュートすぎるタップが発見される。かわいい。これは癒される。一緒に歩いてんのかわいすぎだろ。マジでずっと仲良しでいてほしい。
ロングでんぐり返しを披露するパンダさん。これは可愛い。ぶつかってるし。コテンってなってんの愛くるしすぎて辛い。よく見ると結構な距離だよな。すべてのやる気がなくなったパンダさん。何があったんや。雨に濡れたぬいぐるみ見たくなってて草。もう何も考えたくないんやろな。洗濯物とかするパンダが発見される。かわいい。哀愁のある背中がまたかわいすぎるわ。足でファンサをするパンダさん。めんどくなって足で手振ってんの。わろた。上半身だらけすぎだろ。非公愛パンダに見下される。順調かと思いきや次の瞬間。落ちちゃった。落ちてからもどんくさすぎる。子守を遂行するハスキーさん。えらい姉ちゃんと見守ってるの。なんとも言えない赤さんのお顔。首がもちってなんてんのかわいい。ちょこんと乗せる感じがちかわええ。いじけ方が独特すぎるハスキーさん。これはワロタ。ハスもおうなんでよー。感情表現が全力なのほんと好き。かわいいの具現かな赤さんハスキー。うわー。いやーかわいい。癒し以上の言葉をくれ。かわいい以外の言葉が出ん。めちゃめちゃ喋るハスキーが発見される。これは、必死に何かを訴えてるのは伝わる。長々と喋ってるけど別れないのが悔しい。かくれんぼが好きなハスキーさん。おーびっくりした。目が決まっててくさ。じっとり見てくんのかわいい。ハンモックでくつろぐインコさん。あらかわいい。これが俗に言うマスク式ハンモックですか。しっかりくつろいでるやん。インコいやー極楽極楽。楽しそうすぎるインコが発見される。これはかわいい。ずっとぴょんぴょん跳ねてんのくっそかわいい。すっごい楽しいことでもあったんか。独特なブームがあるインコさん。アップ落とした。お菓子の箱も落とすんかい。ハマってることなんかな。けなげに運んでんのかわいいな。シャワータイムなインコさんたち。超気持ちよさそうに水浴びてる。かわいいのがいっぱいおる。これにこういう使い方があったんか。歩き方が独特なインコが発見される。いやドヤ顔。めちゃ見下ろしながら歩いてくるやん。風切って歩いてんのクソワロタ。キュウリを頬張るかわいすぎるハムさん。うわーかわいい。お顔がもうたまらん。小刻みに動く口がほんと好きすぎる。これ優勝だろ。ぐっすり熟睡するハムさんが発見される。天使が寝ておる。どうやったらこんなかわいく育つの。ちゃんと布団かけてて偉いねー。ゆっくりお休み。ミニぬいぐるみなハムさん。ちっちゃくてかわいい。語彙力なくなるぐらいかわいいなほんと。二頭身なのに気づいてキュンしした。癒されるわー。ラブリーなドレスを着たハムさんが発見される。メイド系ハムさんかわいい。後ろ姿かわいすぎるしんどい。よく見たらマスクで服作ってんのか。土の中大好きなハムさん。あらー土まみれ。これは掃除大変だぞ。きなこ餅。コマンチ感と添い寝体験。これは可愛すぎるって。寝ながら見たらマジで添い寝してるみたい。一生一緒に寝てたいくらい可愛いな。お眠なの可愛いねー。おねだりしまくるマンチ感さん。短いお手手でおねだりポーズ可愛すぎる。そんなんされたら何でも買ってあげるよ。キュンし。直立で観察するマンチカンさん。綺麗な立ち姿はロタ。よかったしっかり足短い。また立った。なんか気になるのかな。かわいいの塊なコマンチカンさん。ちっちゃいかわいい。顔ぶつけちゃったのかわいすぎる。これは癒されますわ。届か。届かなくててジタバタさせてんのやばい。あーもう尊い。ゲットできたのよかったねー。